はい、おはようございます。今日はキャンピングカーにアマチュア無線機を取り付けた動画です。音声付きで再編集させていただきました。どうぞご覧ください。お友達からアマチュア無線機をいただきましたので取り付けたいと思います。ちなみに開局申請の時に前に使っていたコールサインが空いていたらまた同じコールサインが使えるようになります。無線機を取り付けるためまずは車のダッシュパネルを取り外しました。一旦オーディオを取り外します。シボレーアストロ用のツーディン取り付けキットです。ツーディン取り付けキットを車に取り付けました。オーディオの方にもツーディンキットの金具を取り付けてオーディオを取り付けました。オーディオの上に無線機を乗せてみました。ここに取り付けできそうです。無線機の底に面ファスナーを貼りました。オーディオにも面ファスナーを貼り無線機を乗せて取り付けます。ダッシュパネルを戻してみると上下が当たるのでダッシュパネルを切ってツーディンキットの枠を取り付けました。が無線機の横に隙間ができてしまいます。なので隙間をアルミ板で塞いでから枠を取り付けました。無線機の電源配線は助手席の後ろから穴を開けて冷蔵庫の裏側を通しました。冷蔵庫の裏からはキッチンの下に通しキッチンの引き出しを取り隙間から手を伸ばして配線を引っ張りクローゼットの下を通して3列目シートの下まで伸ばしました。助手席の後ろにリレーをつけて6連スイッチの1つを無線機の電源スイッチにしました。助手席の足元のモールを一旦外しカーペットの下に配線を隠して無線機につなげました。某オークションでアンテナを購入しました。ケーブルも購入しました。アンテナを前のバンパーにつけるかリアのバンパーにつけるか迷った末ここに取り付けることにしました。ちょうどいいところにオーニングの金具があったんです。でもここに穴を開けて大丈夫なんでしょうか。
穴を開けてしまうと元に戻せないので、ホームセンターで L 字アルミアングルを買ってきました。で、こんなものを作ってみました。これでアンテナをつけようと思います。オーニングのボルトを外してワイヤーブラシで掃除してから L 字アングルを取り付けました。アンテナを取り付けようと思ったら下から刺さないと取り付けできませんでした。オーニングの金具に穴を開けても取り付けできなかったです。危なかった。アンテナのコネクタを L 字アングルに取り付けてから L 字アングルをサイドオーニングの金具に取り付けました。アンテナを取り付けて ケーブルをドアまで下ろし、室内に引き込んで無線機に取り付けたら完成です。走行中無線機の音が聞こえにくいので外部スピーカーを購入しました。運転席の頭の近くに取り付けました。ここならよく聞こえると思います。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。